フィリップ・フォレスト、去りながらという、こういうタイトルなんですが、もともとのフランス語もですね、去りながら、去りながらという、えー、ロマ字で書いてある。こういう不思議なちょっと本で、そして帯には日本語まで書いてある。そういう形になってます。 この本最初に出会ったのは2004年ですね。たまたまそのフランス在外研究でいたんですけれども、その時に本屋さんに行って、今でもよく覚えてるんですけれども、この本がパッと目に入ってきたんですね。その当時、フランスは結構日本の禅とかそういうのが非常にブームになっていて、その手の作品、そして特に小説などもいろいろ出ていたので、え、またがそういう本の一冊かな と思ったんですが、実は、えー、その数ヶ月前にこのフォレストさんとはたまたまシンポジウムで出会っていて、どういう方なのかはちょっと知っていたんですね。なので、さすがにどうなんだろうという気がして、ちょっと手に取ってみたらこれが非常に面白いということで、えーまあ、読んでみたという、そんな形の本になります。 まあ、構造としてはですね、非常に不思議な構成を持っていて、まあ、入れ子構造というんですかね。えー、物語の語り手は、まあ、フォレストさんに非常に似た、えー、男性で。その彼がですね、えー、東京、神戸、京都などを旅行するという、そういう枠組みがあって、まあ、そういう枠構造の中に、えー、一茶、漱石、そして山畑洋介。 という日本人3人の物語が織り込まれているというやや複雑な格好をしています。え一里と漱石は皆さんご存知かなと思うんですが、山畑洋介って何だ聞いたことがないという人も多いんじゃないかなと思います。僕自身、これを読むまで実は山畑洋介のことは知らなかったんですね。まあ、この人は 長崎の原爆が落とされた翌日に長崎市内に入って写真を撮った、まあそういう、まあ陸軍の軍の関係の写真家だった人です。で、なぜこの3人が出,出てくるのかというのがちょっとミステリアスな感じがするんですけれども、まあそれをお話しするためには、まあ、フォレストさんがどうして作家になったのか、そして彼がどんな作家なのかということをお話しするのがいいかなと思います。 フィリップ・フォレストさんは1962年生まれで、もともと政治や管理職など関係の勉強をしていたんですけれども、その後文学に転じてですね、特に前衛的な文学作品の研究をしていたんですね。で、そういったところで様々なあの新しい研究で非常に知られていたんですけれども、その彼がですね、実はある時、 え、娘さんがですね、病気になってしまうんですね。え、マナ娘のポリーヌさんが、え、ガになってしまうと。そして、長い闘病生活の末で亡くなってしまうという、まあそういうことが起こったんですね。それがきっかけで、きっかけというと大変不謹慎なんですけども、まあその、悲しみを乗り越えるために彼はですね、え、小説を書くしかなかった。 これが彼の最初の小説になる永遠の子供という小説です。これによってフィリップ・フォレストさんは、まあ、作家としてデビューすることになりますが、まあ、それまでかなり前衛的な、えー、ある意味で非常に技術的な形の文学感を持ってきた人がですね、非常にベタな自分の娘の死を語るというような、まあ、そういうことをせざるを得なかった。 というのが彼の作品の出発点にあるわけです。そしてそれをきっかけにですね、まあ、彼は何としてもその死が受け入れられない、この受け入れられない死を何とか受け止めて、そして乗り越えようと思って、実は日本文学の作家たちに惹かれていったんですね。 えー、津島洋子さんであったりとか、大江健三郎さんといった、まあ自分の子供との関係、そしてその、そこに様々な障害であったり、死があるという、そういう作家たちの作品を読んで、その彼らがある意味で、そのことを語ることによって、その悲しみを乗り越えるという体験をしている。まあ、そのことにですね、非常に強い感銘を受けて、それをある意味で自分でも少し、えー なんて言うんでしょうかね。それを、まあ、ある意味でモデルにしながらというか、そういったものをお手本にしながら、作品に取り込んでみようということを考えたようです。そしてその過程でですね、私小説、日本の私小説というものにも関しても、まあ、関心を持ったようです。 でまあ私小説というとですね、新編の雑記を書くような、ある意味で日本では非常に、なんて言うんでしょうかね、評判があまり良くない、今時私小説か、というようなところがあるんですが、まあ、フランスではですね、20世紀の後半ぐらいから、まあ私小説とはちょっと違う、オートフィクションというような試み。つまり、自分の体験をそのまま語るんではなくて、その体験に基づきながらそれを、 作品として小説化していくという。まあ、ある意味で、フィクションと、現実の境を曖昧にしながら、しかしそれをすごく自覚的に行うという、まあ、そういう試みが行われていて、まあ、フォレストさんは文学評論家として、そういったことにもよく通じていたので、まあ、その手法などとも絡めながら、作品を書くことになった。 で、彼の最初の永遠の小、えー、子供というのもですね、えー、単純に、まあ、ベタな小説ではなくて、ある意味非常に自覚的に自分の、えー、娘の悲劇というものに自分がどう向き合ったのかということを語る、まあそういう小説になっていました。でこうして、まあ、彼は作家としてデビューしたんですが、しかしその後もその娘さんを亡くした悲しみというのから抜け出ることができなかったんですね。 で,ですからその後の小説も常に彼の中にはその娘さんの影が、えーまあ、ずっと尾を引いているということになります。えー、ということで、まあ、彼はその後の作品でもですね、その子供の死というものにいかに向き合うのかということをテーマにしていったんですが、ある意味でその死あるいは物作業というもの自体が今度はだんだんとですね、前景に来てくるという形になります。 で、その中でですね、先ほど言ったさりながらでは、えー、小林一茶、夏目漱石、山畑洋介という三人が取り上げられるのですが、これは特に最初の二人はそれぞれ、えー、お子さんを亡くしているその体験、そしてその体験を例えば俳句の形で、あるいは作品の中で取り上げている、そういう意味で二人について語っているんですね。 で、そこでちょっと不思議なというか、まあ、フォレストさんに特有な書き方ということをちょっと言っといた方がいいかなと思うんですが、まあ、一茶について、えー、一茶の物語はこうですよという話をするのではなくて、一茶について自分はどう考えているのか、一茶っていう作家を自分が少しずつ発見していった、まあ、そういう形で一茶について語るんですね。 ですから、ある意味で、あくまでも語り手がいて、その語り手が一茶のことをどう読んだのか、というような、まあ二重構造をここで取っているんですが、この作品のタイトルにもなった、この去りながら、という句自体がですね、一茶がまさにこの世の無常、つまり、幼子を亡くすという、その無常の気持ちを、え、表した。 その気持ちを述べた、そういう句だということで、えー、梅雨の夜は、梅雨の夜ながら、去りながら、という、まあ、この言葉に、まあ、フォレストさんは打たれたということなんですね。それに対して、山畑洋介の方はどうかというと、これは山畑洋介自身がお子さんを亡くしたというわけではなくて、先ほど少し申し上げましたが、 長崎に落とされた原爆の翌日にですね、山畑洋介は当時ですからも,もちろん原爆というのはどういうものなのかも分かっていないそういう状況で、えー、現地に入って多くの被害者の人たちを被写体として写真を撮っていくんですがそこでたくさんの子供が出てくるその子供たちがある意味で無邪気にカメラの方に向き合うというそのあり方をですね え、フォレストさんは、え、また山畑の後ろに立って、山畑のカメラ目線のさらに後ろに立って見ていくという、そういうちょっと複雑な構造を取りながら作品を書いていっています。そして、え、先ほど申し上げたように、ま、入れ子構造になっていて、一章、三章、五章、え、というふうな、七章という形が、ま、フォレストさんが えー、たまたま日本に招待されて日本にやってくる。そこで、えー、京都であったり、東京であったり、えー、そういったところを旅行するんだけれども、常に娘さんの死の思い出から離れることができないという、まあそういう物語。そして、二、えー、2章、4章、6章が、えー、先ほど言った一茶、漱石、山畑の物語になっていくんですが、その実は、 まあクライマックスのところでですね、阪神淡路の大震災の話が出てくるんですね。実はその、この震災が起きた時、1995年がまさにフォレストさんの娘さんが癌がんにかかって、フォレストさんにとってはほとんど空白の一年であった。毎日のように病院に通って一心一体のその病状に え、付き合う、そして娘さんが喜ぶようなことを一生懸命やるという、そういう形で過ごした一年だったので、ほとんど世界の情勢も何も気がついていなかった。ところが、その、まさに、えー、10年後ですね、えー、たまたま神戸にいて、日本にいた時に、テレビでそれを記念する、まあ、番組を見た瞬間にフラッシュバックのいろんなものが戻ってくると。 そういうことが語られています。つまり、フォレストさんは自分の個人の、まあ、死、痛みというような個人的なその悲劇の問題と集団的な、えー、痛みの問題というものをですね、えー、無意識的に結びつけながら語るという、まあ、そういう手法をとっているんですね。そしてこれがまあその後のフォレストさんの作品に、えー ある意味で、えー、ずっと出てくる、そういうテーマになってきます。つまり、なぜ、こんなひどいことが我々に起こってしまうのか。何のお罪もない子供が亡くなってしまうのか。あるいは、普通の生活をしていた人になぜ、こんな大惨事が起こってしまったのか。ということそれを説明するものは何もないんですね。特に、 えー、フォレストさんもそうですし、私もそうですが、神を信じていなければ、それを起こした神様であったりとか、理由は何もない。たまたまそうなってしまった。しかし、それは、たまたまそうなったでは許されないというか、納得できない。その気持ちをどうしたらいいのか。それが、まあ、フォレストさんの、この作品を書くう、元々の源になっている。まあ、そういうことが言えるんじゃないでしょうか。 ですから、えー、この去りながらというのは諦めの気持ちでもあるんですが、しかし、一茶がそういう句を作ったり、漱石が作品を作ったりすることによって、その悲しみを乗り越えたように、文学にはそういった悲しみを語ることによって、ある意味で語るシスとして浄化する、そういう部分もあるんじゃないか。 ということを、まあ、この本の中でそれを怖高にフォレストさんが語るわけではないのですが、えー、非常に淡々と語っている、その本、まあ、何と言うんでしょうかね。非常に澄んだ語り口を聞いていると、そこで起こっていることはとても悲惨なことなんだけれども、何か癒されると言ってしまうと非常に平凡な言葉になってしまいますけれども、小説、あるいは文学の力というのをあざまざまと、 感じます。そういうわけで、まあ、この去りながらという作品は、僕は、えー、最初に読んだ時に素晴らしいなと思って、ちょっとしたあ紹介文を書いたらば、たまたま出版社の方で、えー、じゃあ訳しませんかと言われて、それで訳したという形ですね。僕自身そのフォレストさんの作品を訳そうとか、もともとファンであったということもなく、たまたま偶然の結果なんですが、その後、まあ、何冊も訳すことになりました。